えー、先日建設会社を辞めた34歳です。建設業が嫌になって転職長と知ったのですが、相手の親会社から直接仕事に依頼があって、今はなんとなくそれをやりつつ転職か独立か考えています。最近になってその大手の親会社がうちの社員にならないかという話もでてきて頭が混乱して困っています。会社員がそもそも嫌な自分でもとりあえず乗っかっておいた方がいいですかね。えっと、多分その大手の親会社ってことは、一回そこで履歴書作っておくと、転職するときと独立したとき得だと思うんですよね。 あの、えっと、あの、要あの、ま、その、マニアックな会社名で独立したとしても、信用してくれなかったりするんですよ。過去どんなことしてましたっていう時にで、その、じゃあ、その建築系で大手でじゃあ、その、竹中工務店出身ですって言われると、あ、竹中さんでやってらっしゃって、やってらっしゃったならまともな人ですねみたいな感じで、独立したとしてもそこが評価されたりするんですよ。なので、その、履歴書を豪華にするのって、独立した時も結構重要なので、独立するためにも、あの、履歴書を盛るっていうのが大事なので、 なんで、大きい会社入っていただいています。で、あの、3ヶ月で辞めてもわかんないんで、元竹中工務店ですって言えば、そういうことになるんで。